抜走あれ本当なの？ホール間200本ってさすがにないでしょ。晒し投げの次の日にそんなことしないでしょ。いやさすがにないって。ってそれ米騒動の時も最初言ってたぞ。あれも後々どんどん証拠が出てきたな。分かんないな。やってもおかしくないなって思っちゃってんのがやばいな。週刊誌だし話半分でしょって言えなくなってきてんだよな。今年もオフシーズンの覇者は中日で確定か。まだ CS 始まってもない時に最高のスタートダッシュ切っちゃってんだよな。日本シリーズ終わった頃にはもう20ゲーム差つけちゃってるもんな。